ねねえねえあの国際通り天武市から徒歩1分のところにあるブランチュっていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよえあの元気なお店だよねそうそうしかも時給1,000円で交通費も出るんだってマジ定時やばい詳しくはお電話「8 8まで行くりところハーレー那覇にぎわい広場」の目の前で。 朝から飲めてモーニングブランチもありませ大阪の粉もん食べに来てやたこ焼きお好み焼き焼きそば絶対に死にまーさんハーレー朝8時から夜9時まで頑張ります、ね、定休日は金曜日昼飲みの元祖は一軒目第一牧師公設市は近く昼飲み居酒屋一軒目全力疾走の年中無休正午から心が折れるまでの営業 一軒目ピザ職人が作るヤギチーズのピザもあるよお昼12時から待ってますはいらっしゃい,い長崎からやってきたばーい長市・薪市売り陣市場通りのジ次郎酒店長崎の男マー君が体力の限界に挑戦中昼1時半から深夜まで酒豪に嬉しいボトルキープもやってます長崎の焼酎もあるばーいよろしく 食べてお得料金お得ボリューム満点トクトクトクの昭和レトロステーキの山市食堂なおさん自慢の牛すじカレーも食べ放題ただいま五百円ステーキ弁当売り切れごめんの販売中場所はお気合通りの山市食堂はいということで、えー、今日も始まりました「いまちゃんのバイトル時間」です えっと明日台風みたいですけどもまだ今日のうちはまあ大丈夫ですね遊ぶんやと今日のうちですねで今日のあのゲストなんですけども、えー、ハーレーさんと愉快な仲間たちと勝手に僕が言いましたけどもちょっと自己紹介してもらいましょうかはい、はい、ハーレーのシャンシャンです、えー、いよろしくお願いしますはい、はい、ハーレーのシャー君ですよろしくお願いしますいで トモゾですいきなりやんいきなりトモゾどっから来たとかあるだろう大阪のトモゾです大阪のトモゾウで女性なのになんでゾウなのいつの間にかついてましたほんまはトモコとかトモコさんがゾウになってトモゾになってはい。心の拍です 心の俳句読んでいただきましょう張り切って心の俳句ちびまる子ちゃんの友造よあーそういうことねわかりましたわかりましたじゃあお隣ははいシャンシャンの友達のカナエドンですよろしくお願いしますこれカナエちゃんやねんけどこれドン付いたんやいつの間にかあのもうすごいニックネームをよくつけるタイプなんやけるので。あシャンシャンが付けたんやねそう カナイドンこれはだから違うから入ってきてんのかまたアニメーションのなんとかドンとかいうやつ違う見た目でもカナイドン見た目でもそれ抵抗アンパンマンシリーズの新しいやつなんだからそれははっきり言って女性として抵抗しないのちょっと待ってよってドンとかなそうとかああもうオッケーなんや最初デコトラって呼ばれてた。 意外に結構の早だったら返しでやなシャンシャンにもニックネームとかないのでももう出会った時には周りの人があだ名でもシャンシャンじゃなかったんでえっと同級生あ違います先輩ちょっと先輩あそうなんですあじゃあ先輩から言われたから一応抵抗はできないっていう形でもないの すっと入ってきた感じですねで今回はその堺から遊びで来られたんですねどういうふうな店やってるんかなっていうのもあってどうでしたお店のイメージはいかれてんかやっぱお客さんがいっぱい来ててびっくりしましたそうやなあれで1年であんだけお客さんが作ってすごいよねしかもみんんな常連さっぽくて めちゃわけあいあいとしてはって。そうなん、もうなんか馴染んでるんよんなんかな、前から知ってるような感じでな。うん、ねう、いや、俺もそれはすごい感心してて。<laughs> でこの間いったん、またテレビがまた設置されててね。なんかこの人たち、人生楽しんでるな思って。まあ、昨日、高南高校、またやしやでよかったですね。そうですね。あの、昨日はやっぱり高南高校を。みんなで見るために、うん。うん らテレビの設置をやってたわけですよねあれがだからまあテレビつけるきっかけなんでしょそうそうそうで興南高校やめたらもうまたテレビ外して外していやなんでやねんいや行かなかったらそれやったら一応置いときますけどまあスポーツ観戦しながらお酒も飲めるぜっていうちょっとねグレードアップしたハーレーになったとあれ例えばインターネットのえっと 接続やったら YouTube も見れるっていうこの番組が見れるっていうような状況もないそうですねはいテレビに YouTube が内蔵されてますあそうなんや今もリモコンでピッとしたら YouTube 出てくるんでじゃあもうキンキンにも見れるんですかもう見れます今昨日も見てまたこの番組が見れますでまた大阪帰ったらね YouTube チェックしてもらってね見てくださいねああそうですか本当 まあスーパーローンですからね。 そういや別にそれを強調しなくていいと思いますよだからコーナンが勝ち続けてもらわないとコーナンでローンを返そうとしてるそうですコーナンローンコーナンもお金に結びつけるというこの大阪根性ニコニココーナンローコーナンも分かってないと思うよこういう風に私たちが金儲けのネタに使われてる純粋な純粋にコーナン だからまああの野球賭博やってるようなみたいなもんだな。それは怒られるだもんね。純粋にもう皆さんお客さん応援してる。ああ純粋に応援してるんですね。そこで賭け事とかもやってないね。ないないわかりました。あのえっと四番の塚本がえっと打ったら千円とかそのあないですいっぱいサービスするだけですよね。あ冗談いっぱいサービスもしてないわけ。冗談です。はいはいって普通に。 わかりました、でもね、僕、はい、まあ話、えーと、最初に戻すけど、お話聞いてて、最初、学校を辞めるってね、シャンシャンが言うたとき、お母さんが気絶して、う毎回言ってますけど、いや、これ、何回も言って、もう一回、もう一回言われて、<laughs> それで、えーと、沖縄行くって言って、びっくりして、沖縄で飲食店やるでね、それで、心配で、心配で、お母さん、えー、1年経って、1周年記念やりますよって、お母さん呼んで。 お母さんこの状況一周年記念の状況を見てお客さんがたくさん来て野外でねバーベキューやってそこでゲストで来たのが木梨大樹ちゃんとチャンプルーズそれ見てお母ちゃん泣いたら泣いたらええけどまた木梨大樹さんの歌が泣きなさいやろお母ちゃんまた泣いてみたいなそんな状況だったんですねこれ喋りなかった <laughs> いやーそうなんですね <laughs> 今ちゃんめっちゃもうこのまま最後まで話し続けるんかなと思って <laughs> いやこれから なかったっけ絶対ね今でこれから見たかったんよさすがにいいタイミングで気なしを聞き歌うでしょはいはいはい、ね、ほんまに泣かれたんですよね確かにだから一年目一年前気絶した人が一年後嬉し涙流すってこの展開の凄さこれ俺はっきり言うてね おもろいなかなかないよ木なしょうきち言うたらはっきり言うてちゃんとしたギャラ払ったらかなりのお金払わないで来ないからねそれをタダでやってやらせてるからなんかやらしい話ねなんかありがたい話ですら結構ありえない話なんですよこれほんまにわかるでしょそうですねうはっきり言うてねあのこれ一年持たんで 潰れる可能性もなないいことはないんですよまあ100%ではないですからね <laughs> な<あ>、うん。何かがあって潰れるというね。例えばさ知り合いがおったりとかそのバックボーンがあってやね、うん、お店をやるっていうんやったらまだしもやで何にも知らないところからで最初は堺市場の方がええなってイメージしてたけど夜はできませんっていうようなあれがあってこっちが移り住んできて牧師公設市場何店舗か見たんですよね店舗は。 はい見ましたよ。それであそこ選んでんな。そうです。うん。まあ、うん、そっからやんね。うん、うん。だからなかなかこれから先はね、まあ、まだね商売っていうのはね水商売っていうのはそれ安定っていうのはまた先生とは違ってね、うん、あのー。 まだ感覚的には違うと思うけどね。うん、どうですかそのまあえっ、ー、とお二方から見てシャンシャンのこの生き方というかあのやってることは羨ましいです。羨ましい？<laughs> そうなん？いやい俺らからしたら先生結構羨ましいよ。そうですね先生になろうともなれない、ね、なれないからね。うん、ある意味憧れる職業じゃないんですか？ 小学校の先生なんかちょっと疲れきってるんかもしれない。<laughs> 疲れきってんの。<laughs> それで大きなリフレだから自由な感じのシャンシャンが羨ましい。<laughs> あ、そう。<ー>え、金江ドンから見たら？まあ自由でいいんじゃないですかね。もう私は多分そういう生き方は選べないので。うん、ああ。 もう沖縄に私、今、沖縄によく遊びに来たい人やから沖縄行って行ってって言って行ってもらったらもう宿代いらんし。いやいや、大阪の人当たり前なんでね。来たら来たでいろんなところ連れて行ってくれるので多分他の観光の人たちよりは結構、沖縄のディープなところとかそっかそいんなこと教えてもらってるんで結構好きなんですね、沖縄。 いやでもまぁ、あ、食…え何今夏休みって言うたけどああれ沖縄のイケメンと結婚しようと思ってあ、あ、奥高とまだ独身そう、いい人いませんかね <laughs> 沖縄の人 <laughs> 沖縄のイケメン募集しています店に, <laughs> 店にイケメンをって言ってるんですけど結構おっちゃんばっかりでなんてこと言うんだ <laughs>、うん、私は年齢、ね、おっちゃんじゃないお兄様です皆様お兄に,いに,いにいと呼んでます <laughs> ああそっか六十平均年齢六声こえこれこれ宇今のね結構高めやからねはい結構高めな設定あでも男子は多いよなそうですね男性率高いですよね年齢何歳ぐらいまではいいのまえたい何歳でもいいですかえ何歳でもいいってそんなことないでしょそうですねそんなことないですやっぱりえ あるでしょ。でもアラブの王様とかさ、だったらさ、百歳でも何でもいいんじゃない。あのセールだけでセキュオとかのな。でも何番目かになるで。あ全然いいです。三番目、四番目。俺ね、俺ね、沖縄今回来たのは六年前なんだけど、六年前にリッツカールトンで働いたんですよ。それでね。 石油を着てたんですよ<ー>奥さん4人連れてはい、はい、子供となんか大柏商なり15人ぐらい,はい、はい、それで、えー、っと76万のお部屋をコネクトして、うん、160万近いお部屋を40日間ぐらい体育するのようん、うん、だからも友達になるんよ、まあ、あの長いから。 で、僕らはサービス、部屋のサービスはもうそうでよあの送、ー、信配人からもう全員で片付けるんやけどまあとりあえず散らかる散らかるでまあ飲食してくれるから散らかるの当たり前やねんけどそ,、ねうん、そのもう備品の入れ替え方あとそういうふうなんだけでもう20人ぐらいやるんよあ<ー>それでも2時間ぐらいかかるんよへ<ー>部屋広いから。うん でもまあ、金落としてくれるからさまあ、そそうでですよねれ23人の年収は多分落としてくれるんでしょうねもうめちゃくちゃ乗客中の乗客よあんまりその、ス,スイーツはあ、あんまり稼働しないから、うん、そういうふうのまとまってね40日も使ってくれるっていうのはあのも、もうもうそそがないように完璧にこなすんやけどでも結構フランクで結構話しかけてくれたりとかしてくれてそれ、うん、で だだんだん上女のこれ本妻は誰なんかな2番目誰なんかなっていうのはなんとなく分かってくるように大都市でねだんだんやっぱり遅い方が若いんよまあそういうふうなんでああいうふうな中で 5, 5番で六6番で入ったらある,ある意味ねまあそうですよねまあ金には不自由はせない。 あるきっかけでお別れになったとしても何かのお土産は多分あるあるうんあると石油棒って毎日毎日こうやって石油が出てるわけでしょ何ぼ金使っても減らへんねんうね夢のような話水のようにお金が湧いて出てくるっていうのが石油でそれでさあのねガツ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 観光しないのよずっと家に引きこもってるっていう1日2日もあるわけよ 何しに沖縄来てるのかなって思うねんけどその感覚があの人らと僕らやから違うんだろうねうんそんなに休暇やからどこ行ってどこ行ってどこ行ってみたいなそんなスケジュールの組み方じゃないのに、うんね、のんぶりもうはい、はい、昼間から酒飲んで昼寝してこうやって食べてみたいなこんなんでええわけよ。また来れる ですよね多分そういう人っていつでも来れるからっていうかまたその人沖縄終わったらまた次どっかの避暑地行ってってここにずーっといろいろ回ってはるわけよ大、うん、人数、まあ、20人ぐらいでそれはせかせかしませんよねいやからうん、うん、どうなんかなんかちょっと感覚ちょっと違うよねそれはもう全然ちゃうでしょう一般人とはもうはいはっきり言ってちょっといやらしいなっていう <laughs> でも見てみたいですねそういう人とお会いしたことがないんでもうすっごいあのあの柔らかい感じの人全然カチカチしてないんだよね、うん、だって金持ちってやっぱ心にゆとりあるからあるからねそういうイメージです勝手な僕らは最初緊張しまくってたやんこれはもう完璧に、うん、でもそれがだん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 あああんまりあ これぐらいはオッケーなんだあこれぐらいはオッケーなんだっていう感じでもう本当に行くのが楽しくなってた部屋にね、うんうん、後半はねいやでもそうですかまあでもなんか話何してたいうのか忘れてもうだねああ沖縄のイケメンを探している感じで大富豪の話になって <laughs> そうです,うです<や>年齢がいくつまで<あ>っていうからでそういうふうなは言うて年齢はこれぐらいとかタイプはこんなんとか言う言うてもらわないとこっちが漠然と男って言っても陽さんおるからねバツイチでもいいとかいいの お子さんおったり着て,てもいいの？それはダメです。年齢はまあ六十歳ぐらいでも大丈夫？いやほらあかんでしょ、ね？ダメですね。なんかその言い出してもう切れないですよ。うん、あ、でも五十ぐらいまでやっていいやろう。<laughs> あ、五十もちょっといやえ五十でも結構えっ、ー、と竹内豊かとかいやそれは芸能人だから。ああ芸能人。 の竹之内豊が50だろうか60だろうか70だろうか結婚できますけどああもう竹之内豊だからあれはちょっと別かいやでもまあでも50歳でも結構まだ若々しい人はいるやないそうですねそれやったら OK いいのかな失礼で女性には年齢聞いてええええええ大丈夫そうしたらまあ一回り ぐらいっええからまあ478ぐらいやったら全然 OK やなうん、まあ,れなあと職業とかもあるんじゃないの例えばこんな職業それはもう職業ついてたら何でもいいですよ働いてなかったら駄ですけど、ね、あまあ例えば飲食店とかあそんな関係ないんだ、はい、でもあれなのかな結婚したら仕事辞めないといけないんですか辞め,めなくてもいいんだ辞、はい、めたくないですそうやんな、はい、あ いくら旦那さんが仕事やってても、はい、だったら共働きっていう形が理想<え>で,できたらほんまやったら大阪でしょもちろんもちろんこれもしかでも <laughs> 沖縄で見つかったらこれ大変なことになるやん仕事はやりたいし遠距離のことなるよねあ,、まあですねお大阪来てもらいましょうかえー、<laughs> 強気やなやっぱり自分の仕事がやっぱり中心なんやなそうですね一番も,もう楽しいんで 辞めるとかはもう考えられないですこれ,これってどうな今大阪で学校の先生やっててその仕事をやりたいから沖縄で結婚したから沖縄の学校で入れるっていうことはちょっと無理なん沖縄の場合はもう一回採用試験受けないと、うん、人事交流がないので大阪同士やったら大丈夫大阪から別のところ今それちょっとなくなりましたねなくなった、はい、あだったらもう採用試験を受けないとああ、そっからスタートかもう一回試験からですね あーそうだったらこっちで沖縄で男探しは結構いろいろ厄介事が多いやんそうですねもう大阪で探します大阪やな何やそれ <laughs> こんだけ話しといて大阪だから大阪で結婚して新婚旅行こっち来るとか旅行でこっち来るとかそういう形が一番いかもいも、ねうん、ああそっかそうかっかちょっと待って今夏休みって聞いたけど、うん、先生方ってこの時期って え結構休みは取れるのそれとも忙しいのこれは言わしてほしいんですけどああ言うて仕事してる人もいますよ <laughs> もちろんだからあ学校でええうん、してる人もいますよ私, <laughs> 私たちは今休みを取ってるので休みですあ,あそれなんかえっ、ー、と書き特別休暇っていうのが5日もらえるので、はい、それを使ってきてるで、うん、あでも5日だけ 夏休みっていう感覚じゃないね先生方はそうですね生徒は夏休みの感覚ですよねあるんな40日間なはい学校の先生は休みっていう休みではないですよねいろいろねやることあるんですね子どもが来てなくてもやることはあるんですね研修もあるし出張もあるしいろいろね忙しいですねああそうですか 学習園の水やりもあるし <laughs> 飼育小屋の掃除もあるし <laughs> う,うさぎちゃんひ, <laughs> ひもの草むしりもするっていうことですね今小学校はえと週休二日じゃなくなったよねまた今日曜日だけ休みいやまだ二日,日、ま、土日休み、はい、あその点はまたそれはいいなさあ急には無理です先生が週休二日じゃなくなるので先生の休み確保しないと子どもたちを土曜日学校復活できない、うん なるほどなるほどいやーそうですか何やでも結局なんかお沖縄では男を探したらだめだってことですね <laughs> <laughs> そうですねまとめたらいや社長で大阪にもいて <laughs> 沖縄にもいるような社長だったらいいんじゃないでも仕事はでも楽しいですかめっちゃ楽しいですね<ー> いやあの小学校の先生って言ったらねあのね僕が小学校6年生の時の担任の先生平井先生がこの間僕の友達が長野で飲食店やってんねんけど遊びに来てくれたんだってそれって感動してさもう僕55なんだけどもう言うたら12歳の時でしょ。 え43年前の担任の先生が来てくれるっていう話聞いた時感動してさ覚えてくれてるんだよなまだへーええ話やな言うてそれまた今度大阪行った時に再会しようっていうような話したらしいんですけどねその時お前も来いよって言われてまあただこれだけの。 ことなんだけどでもそういうふうな交流ってあります卒業させた生徒たちとなんか甲子園出た子が甲子園の土家を私のなんか年賀状とかやり取りしててその住所で家まで探してきてくれて甲子園の土もらった持ってきてくれてまだなんかジャムの瓶なんですけどえがないえどこの学校香川の方なんですけど 大阪出身やねんけど香川行ったんや香川に、高校に何高校香川の言っていいんですかわからないですけどいいと思うよ人生高校めちゃくちゃ有名やんあのあれが出たところやからなえっと、イラブよ、イラブあ、イラブねイラブさんって昔のあの大リーもうちょっと経験してるあ、知らんの俺、俺人生高校の英語の先生やった今もお付き合いあるよ ああうん。山本先生言うて。えー、うん。一応自慢やったんよ。あの、えー、イラブが出たあ言うて。自殺しちゃったけどな。イラブ。うん。 まあちょっとそういうことで前半こういうふうな感じで後半も引き続きこういうふうにさせてもらうんですけど今日おかけするのは前回先週かけれなかった曲あのネーネーズのね元ネーネーズのえーとなっちゃん3代目のネーネーズのなっちゃんのボーカルのえ作詞作曲がえ宇崎竜動と崎流動えああさんねアギさんのえコンビですね、はい、あの山口もえのね曲をたくさん作られた方の、え。ー それをおかけしたいと思うんですけども、これなんだよな。またまた手が削られてるんや。そう,うやんそういうところはね。この生の面白いさはそういうところなんですね。<laughs> <laughs> <laughs> 編集ができないというね。<laughs> ここで今ちゃんのテンポの悪さをみんなが知るいいややこれねもう言い訳じゃないけどミキサーおったんよ今ミキサーとほら喋らなあかんやろこれ難しいんややりながらやりながらってそう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 いうそうそそう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 でうそとでうそうそそ <laughs> なんかえらいミクサー感が出てきて <laughs> ねえねえあの国際通り天仏から徒歩1分のところにあるブランチュっていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよえあの元気なお店だよねそうそうしかも時給1,000円で交通費も出るんだってマジ定時やばい詳しくはお電話098-894-8778まで。 ゆっくりところ、ハーレー那覇にぎわい広場の目の前で朝から飲めてモーニングブランチもありますせ大阪の粉もん食べに来てやたこ焼きお好み焼き焼きそば絶対に死にまーさんハーレー朝8時から夜9時まで頑張りますえ定休日は金曜日<計>昼飲みの元祖は1軒目第一は近く 昼のみ居酒屋1軒目全力疾走の年中無休正午から心が折れるまでの営業1軒目ピザ職人が作るヤギチーズのピザもあるよお昼12時から待ってます入、はい、らっしゃい長崎からやって来たばーい長市・薪市売り住みちば通りの政次郎酒店長崎の男マー君が体力の限界に挑戦中 1> 昼1時半から深夜まで集合に嬉しいボトルキープもやってます長崎の焼酎もあるばいよろしくオーカモンエビバデ食べてお得料金お得ボリューム満点トクトクトクの昭和レトロステーキの山市食堂なおさん自慢の牛すじカレーも食べ放題ただいま五百円ステーキ弁当売り切れごめんの販売中場所は 時計通りの山一食堂,市食堂ということで、えー、とレイヤマダの、えー、とー森のワルツ、えー、とかけさせてもらいましたちょっとタイミングが、ね、合わへんのが、まあ、あれですけどであの後輩なんですけど、うん、引き続きっていうかねあの前半で聞く予定やった <laughs> そうバイトの話をじゃあ、えー、と聞こうかな思ってるんですけど友蔵さんから聞こうかな。

学生の頃ね大学生のころそんな面白いことない全然あれは年末年始とかやるやつそう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 です真面目な場合トはい真面目にやってますんか面白い失敗したとかなかったな別特にただ気づいてないだけとかこう配達行ってんねんけど逆で返ってあれ大変やでなスピードを要するんでしょ

家庭教授みたいなえと<え>小学校が終わって、うん、その子たちが親が働いてる間,間,間あの学校の一部のところのお部屋で宿題見たり<て>ああ遊んだりちょっとおやつ食べたりえそれも学生の頃学生の頃と引き続きちょっとああそうあ教育大学出てるような生徒さんがやるの いや<ん>別に普通の普通の人がえ人あそんなバイトもあるんや、はあ、え学校に採用されるってこと採用学校どこが採用してるの,私の,私のスポーツ振興協会、うんうんうん、あ、うんはい、ああそんなあ、うん、だあなんか要は学校の帰りみんなの 家帰られへん子とかがこう集まるところあったじゃないですか、うん、晴れのバイトですよね学童って通じてますけどじゃあまあその頃からそういうふうなえっ、ー、と子供たちと接することが好きやったよねそうですねで,でもその頃からもうゆくゆくは学校の先生になろう思ってたよねいや一回は諦めなど。<laughs> <laughs> 一回諦めて、うん、でもう一回諦めた時は どっかで別の就職か何かしてたの一応就職しようと思ってたんですけど一、うん、回なんか試用期間みたいなんで行ったんですけどうん、うん、辞めてで、うん、もう一回先生になろうみたいな感じになりました一発で受かった一発じゃないですあ、<laughs> 何回か受けましたあ、そうあれ年一回でしょ 1> 年一回へぇーはい、あ、あ、じゃあある意味、えー 落ちた時はその一年間ずっと何やってんの？講師って言ったら結局先生できるんですけど。うん。その先生やややりな。正規職員じゃない。あ、正規じゃないけどできるんだ。バイトみたいな。バイト。バイト先生みたいな。あいっぱいいるんですよ。あ、そんいっぱいいるの。え、そこそこのお金もらえるの？生活できるぐらいの。普通にほんまにあんまり変わらないあ、あ、あ、そうなんや。そうなんです。あの補給料はあんまり変わらないんですけど、制度が公務員に採用されているのと。 あの純公務員みたいな状態だと、うん、ケアがちょっと違ってくるね、はい。そうです、ね。あ、えだったらそれずっと落ち続けてもその仕事はできるんだ。そう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 です、ね。あそんな人もおるの？だから沖縄で私今しようと思ったら講師ができます<れ>、はい、採用試験受けてないけど、<ー>沖縄で講師は免許があるのでできます。あええ。だからお店の場所決まらなかったら講師で沖縄で働かないとお金がなくなるので。 働こだから僕はたこ焼きを焼けなくなったらそうあいやある意味まあ一応滑り止めはあるんや <laughs> 滑り止めって <laughs> やらしい <laughs> <laughs> そういやうめじゃないですけど滑り止めじゃないわけ <laughs> じゃあではありませんけど <laughs> いや何にもなく沖縄来たらもしもの時はもう 帰らなきゃいけないからもしもという時は一人だけ働かして私は仕事に戻ろうと思ってあ、幼稚園の免許もあるのでこの二人は中学校とかの免許を持ってます彼女はこう見えて友蔵は歴女ですマニアックな歴女あんな一個持ってたらええんちゃうのいややっぱ小学校欲しかって 最初中学校は持っててんけど歴ですそういうことかわかりましたじゃあかなえ丼のほうはバイトはもうめっちゃやってましたね一時期4つ掛け持ちしてて車の免許が欲しくて大学生の時大学の時です家の人がお金を出して車の免許取っといてとかいう家じゃなかったので。 自分で四つバイトを掛け持ちして、で、クルマの免許代とか、はい。例えば四つ何コンビニの深夜あ早朝コンビニの、早朝コンビニ、はいはい。でその後、まあ一緒に働いてました学童保育、ああが、で飲食店二つ、飲食店って例えばどんな？レストラン、レストラン二つ、と居酒屋と、あ居酒屋も、二 へー。ね、居酒屋夜やからな。そうですね。ほんま寝る時間少なく。ちょろっとだけ寝てまた行くみたいな。あ、ちょっと言い過ぎたな。ちょろっとでもないっす。結構がっつり、五、五六時間。まあ五六時間は普通。普通に寝ました。寝てないと風邪ひく。いやでも早朝のコンビニな、またあれも忙しいもんな。そうですね。冬が一番しんどかったですね。起きれないんで。俺もコンビニのバイトやったことある。 いつ深夜、ですか深夜深深夜夜ね、大変ですよね、あれ、深夜の人、品出ししないといけないでしょ。まあ、それもあんねんけど、そ場所にもよって、いろいろあって、俺らの子、俺ら俺は深夜で、今はもう二人体制になってるでしょ、あの強盗とかあったから、僕らなかったから、一人でやったんよ、めちゃくちゃゆるい、めちゃくちゃゆるい、あのえっと、コンビニでさ、あの、 トイレする時鍵閉めてしたらいいからね言てえそうなんですかってコンビニ鍵かかってるところ見たことないやろないですねあ店の鍵トイレの鍵じゃなくてそれはするそれでそれとかあとワールドベースワールドベースボール見たかったからスマホでスマホ俺家に忘れたんより紙で 15分で戻りますからねって言うて張り紙してスマホ取りに行った時あったからねふざけてもうあのー、うーコンビニとしてはありえないです、ね、そうやね、うん、まあそれがオッケーなところだったり、うん、もう多分今ちゃんコンビニ業界多分あの仕事できへんようになりましたね <laughs> <laughs> まあそう僕が勤めてたコンビニはもう潰れたけどね <laughs> だからじゃないだからよ、うん もう昔あったあの AMPM ね。ああ、AMPM あれアンパンでみんな読んでたよ。あ、アンパンだよ。高校生の時、アンパンアンパン行こうっつって。あ、アンパンでか。あ、なるほどなるほど。AMAMPM でもないんですか。ないんです。どこにもですか。はいはい。あ、そうなんだ。 ええ。今ちゃんが潰したんじゃない?。やっぱり。まあ、お世話になりましたけどね。え、先に何?。ーコンビニ、コンビニの。デイリー山崎です。あるがな、まだ。あります、あります。私やってたコンビニもまだありますし。で、あとは、なんか工場のライン作業のバイトもやったし。ドラッグストアのバイトもやったし。なんかやってる方やでな。デパート。 でもそれやりながらその時はもう夢はっていうかいやーちゃうですそれがねうん、うん、デパートの販売員してたんですよ、うん、でそこの販売員で社員になれへんかみたいな話になってやろうかなと思って「うん、なか分かりました」って言って、まあ、その時は社員になるまあ言うてみた使用期間みたいな間に、うん、新しく来た店長さんと喧嘩してもて、うん、でこんなやってられるかっつってやめて。 で,で学童保育のバイトに行ったんですよ、うん、でその時にちょっと今席外してますけどうん、うん、シャンシャンさんと出会いシャンシャンさんが「小学校の先生になれへん」みたいな誘ってくれたんで、うん、そこで「はああじゃあなんかまあ別に。 ずっとなりたかったけど、私なんか無理かなとかって思ってたからた、うん。その時免許ないんやんなもちろん。あありますあります。えあえ持ってたもんその時期でね。中学校のやつは持ってたんですけど、<ー>小学校の免許は今取りに行ってるから一緒に取りに行けへんって言われて、あ,<ー>あじゃあ行ってみようかなと思ったのがきっかけで、だからシャンシャンさんがいなければ、えー、私はもう小学校の先生にはなってなかったです。なるほど。いやいやでもそれなりの実力はでもあってんやん。いやいやいやえいい,よい,いよえ時一回で受かったの？全然です。え 全然56回受けまししたえ難いですから、ね、えその5 6回は5年6年ということでしょ <laughs> そ,うですその間は、えー、っとまた一緒あの仕事まあまあ先生やってたんね、うん、いかんせん勉強ができなかったので友蔵さんは賢いんですよ本当にいやいや,いや,いや中華さん俺思うねんけど <laughs> 1>, 1回で受かるより56回受けて受かる人の方が俺すごいと思うよだからやめたくないんですよ私。 さっきも言ったんですよ。もう一回あ採用試験をもう一回受ける気か受けても受かる気せえへんしこんだけやなりたいなりたいと思ってなったものをそんなすぐあじゃっていうのそう簡単には手放したくないなあその情熱度合いが違うわ一発で受かんのところふえかかるっていうのあやっぱりそんなに難しいのいや私はだからアホやったんですよなんかき基礎基本がないまんま聞てたので。 だからすごい周りからも心配され <laughs> 面接とか行けるけど勉強大丈夫かみたいな。<laughs> はい、あれちょっと 中学校と小学校でこれをどっちが難しいと言うと失礼やわかあの比べたら比べられへん思うねんけど中学校の方が簡単ということなんか話聞いてたらいや中学校<う>中学校の方が専門性がいります中学校はだからこの教科っていう専門性がいるのでああ、うん、ま,まあどっちも大変やけどな、うん、でも先に中学校の方が通ってるんだよね採用,採用人数があまたそれも違って少ないし狭いもんなんや、うん、中,学の中学校数多いああそういうことか 1年から6年まであるので、ね、あまああと地域性もいろいろあるやろうけどね地域性も地域によって小学校の方あそんなん違うんか、うん、あれあれは全国同じ試験なのいや地方だよね大阪は大阪東京は東京とかでしょその地域の特化した問題が出ますので、うん、ああそうかそうか沖縄だと沖縄の歴史 そんなのが一般常識にあるので一般常識が沖縄のことを知ってないと一般常識ではないなるほどなるほどああそっかそっかいやーでも分かった今すごい分かったわそれだけの年月かけて努力したから絶対やめたくはない <laughs> 絶対やめたくない結婚しても子供生まれてもやめたくない,くないえっと前だ子ども <laughs> 生まれた時の産休のっていうのはちゃんとしてまた頂い,いてそう,そう,そう そらやめへんよな、うん、やめたくないよな辞めたくないしまあいや,たいやいややったらそらやめたいんやろうけど、うん、もうめっちゃ楽しいのでほんまあとあれでしょえっ、ー、と子供たち好きなんでしょそうですねこれもやっぱ大きい要素あるよね、うん、子供嫌いやったらな、うん、まあまあなれへんのちゃいますかなれへんよな俺の甥っ子が学校の先生なんよ、うん それで親父から見たらお前みたいなの学校の先生ならへんぞお前そんな遊んでばっかりしやがってって言うなれるなれる」ってうかうて受かって先生になってんけどんまあ俺はその勉強どんだけしたか見てないからわからへんけどやっぱり勉強はしたんでしょうん <laughs> したよなしてください今日はうんいやーそうか学校の先生ねうん。 うんいあれた時にあの先生同士の恋愛と結婚とか結びつかないのそんなのないやったらあかんことはないのいや、まあ、<え>バンバン結婚しますよ周りあ別にそれはオッケーなんや職場結婚<ー>うんに逆に先生同士の方が多いんじゃないですか、ね、多いやんな、うん、先生同士ねうんふ、うん,うーんそうな、うんあれってさえっ、ー、と教頭先生とかこういうのあがあ,あるやない 校長ととかかあれ試験でなったりとかするのもちろんそうそうあれ受けてどんどん上がっていくんや、うん、はいは<ー>上がりたい人は上が俺何年前やったかなえっ、ー、と10年ぐらい前やったから高,高校出た時に先生に会いに行ったんよ、うん、そいた俺の担任だけ教頭で残ってて、うん、周りの先生も全員辞めとったんよまあ私立やったけど、うん、あれって教頭まで行ったら今度えっ、ー、と しゃえっ、ー、と校長もなる可能性とかあるかな。また試験受け会のあかんの、うん？受けようと思ったら校長先生になろうと思った。うん、教頭先生止まりの人もいます。あ、おるか。うん、ちょっともう一回聞いてい <laughs> 校長までになったからちょっと確認したいね。うん。でも。 試験に落ちてるかもしれない。あ,あ、かかか触れちゃダメ。えー、なんか悪いことやってるからな。えあと口 <laughs> <laughs> 角っていうのもあるしね。あ、口角それ厳しいな。校長試験受かってても席が空いてないときは、うん、資格は持ってるけど、タイミングとかあるんやな。あ、それもあるしら。あ、そうですか。え、えっ、ー、とそういうふうなその。 またチャレンジもしたいの教,教頭とか社長あの校長とかそんなそんな野心はないんですね。す今,今まで,いいですね。校長教頭になったら子供担任も出たりできなくなるから。そうかまたちょ,っとちょっと嫌です。いやなまたポジあの内容が違ってくるね。あ,、はいうん、あそうですかいやでも今度先生を見る側になるんですよね。そうですか教頭とか校長と,とかなると。なるほどね。うん わかりましまあでもそれであの自動車の免許も取ったんやねレンタが上がりて運転しましたまあ仕事 <laughs> まあ結構好きやんよねじっとしてるのがあ,<ー>あまり好きじゃないので、はい、<ー>じっとしてるぐらいなら金稼ぎたいなみたいなえ、じゃあだから出会いによって人生 分からんかったねいやほんまだからある意味すごく恩人じゃないけどさうちの母親はすごくだから感謝してますあそっかそれで当の本人やめてなあそっかでもそれも感謝してます沖縄にいつでもいけるからみんなあみんなでもかなえ丼のパパは私のお好み焼きの大ファンでめっちゃ美味しいんですよほんまに結構前からえ お父さん私の父親がよく大阪おる時代もお家に遊びに行かせてもらってて料理がとりあえずすごく上手なんですよどんなものもその中でもお好み焼きがめちゃくちゃ美味しくてその辺の店より美味しくてあ家で作ってくれたそうですそれを毎回持ち帰りさせてもらって私の父親も待ってるんですよ「今日はシャンシャン家行ってくる?」って言ったら「お好み焼きか?」ってまず始まって「っていうお好み焼きやで」ってた「頼むで」って言われて。 まあ私が作るんじゃないからうーんとか言いながら家出てやっぱもう分かってくれてるからほんまに56枚バーンってこうなんかホットケーキ積んでるみたいな感じでお好み焼きこうやって積んでお皿でこうまま持って帰る <laughs> そうそうでもってあのなんか入れてぺちゃんこなるんでふわふわのまんま食べたいからお皿にファッとお皿にこう持って帰ホットケーキ積むみたいに積んで父親も母親も弟もいてるんですけどみんなうまいわって言って食べてて。 でも今それが仕事になったからなずっとお店やってほしいって言ってたわけでも大阪やとは思ってたんですけどまさか沖縄にいやさすがにまだお父さん来られてないでしょあ来てないで一回来てほしいなそうですね今度今度金取られるけどあっそうか持って帰るのかああそうか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 あうそっかそっかそうか 本当に美味しいですうそうだから5人ぐらいしか来てないのにお好み焼き30枚以上毎回焼いてて、うん、でみんないや1枚しか無理無理っつって,言ってごめん2枚目もらえるっつってみんな2枚ずつ食べたりする結構で帰りに5枚ずつぐらい持って帰る家で焼く量じゃないぐらいずっと焼いてもっつってあまあそっ そこら辺で訓練されてたんやろなそれ大体は分かるやんほら反応 <laughs> 反応で何か当たりが分かるやんおい、うん、しいよあれこれひょっとしたら商売できるんちゃうか、うん、っていうようななそれもやっぱ多少はあったんでしょいや、うん、なかったよく家で、ね、あのホームパーティーみたいなことしててピザ焼いたりだ大体そういうふうに人集めていろいろやるっていうのは好きやったんやったほじからねだってあの大阪居酒屋とか行くと2時間で出されるので。 お時間ですとか言って一番盛り上がった頃に出されるじゃあもう家来たらっって家でよく本パーティーしてババ抜きしたりなんとかしてこうやってバシッて叩く罰ゲームがあったりとかしながらゲームもしてお好み食べながらゲームそうだったらまあそれのなんか延長みたいなもんやね今のハーレーはね今はもう家に来てもらうような感じよじだね。分かりました今日はもうに あっという間の1時間でもうそろそろお時間になりまして <laughs>、はい、でまず最後 c m えーとご店舗聞いていただきましてその後人魚のベッドえ先ほど言いましたえとなっちゃんのネーネーズの元ネーネーズのなっちゃんの歌でえと終わりとしますあの企画5連発やったわけですか今日やってない話がおもろかったからずっとう聞いてた <laughs> 最後の最後の挨いいただいてお別れしたいと思いますはい <laughs> どうぞかなえ丼から。 え、何を…ありがとうございましたはい、また来てね今度いつ来る予定いや、全然わかんないわからん、また来てよお父ちゃん連れてきて、お父ちゃんいやいやいやなんでうお父ちゃんあんま全然…お母ちゃんの方が面白いかなそう、お母さんの面白いあー、そっかうん、わかりましたありがとうございました友蔵さんはあ、沖縄の三沢さんありがとうございましたまた来ますまたまた来てねうん、ありがとうじゃあ奥高田どうぞはいあの、ハーレーに野球を見に来てください あ、ほんまほんまニコニココーナンローンです、はい、よろしくお願いしますはい分かったコーナン高校買ってもらうな2回戦もコーナン1回記念コーナン買ってもらうようにあの皆さんお家で応援しに来てください、はい、よろしくお願いしますははい、はい。ありがとうございますかりましたじゃあそういうことでお別れですありがとうございました本日は はい、いうございますねえねえあの国際通り天武から徒歩1分のところにある「ブランチュ」っていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよえっ元気なお店だよねそうそうしかも時給1,000円で交通費も出るんだってマジ定時やばい詳しくはお電話098-894-8778まで。 ゆくいところハーレー那覇にぎわい広場の目の前で朝から飲めてモーニングブランチもありますせ大阪の粉もん食べに来てやたこ焼きお好み焼き焼きそば絶対に死にまーさんハーレー朝8時から夜9時まで頑張りますせ定休日は金曜日昼飲みの元祖は1軒目第一牧師高嗣市は近く 昼飲み居酒屋一軒目、全力疾走の年中無休。正午から心が折れるまでの営業。一軒目ピザ職人が作るヤギチーズのピザもあるよ。お昼十二時から待ってます。はい、らっしゃい。長崎からやってきた場合。流し、爆死、瓜洲市場通りのマッサージのお酒店。長崎の男、マー君が体力の限界に挑戦中。 1> 昼1時半から深夜まで集合に嬉しいボトルキープもやってます長崎の焼酎もあるばいよろしくオーライカモンエビバデ食べてお得料金お得ボリューム満点トクトクトクの昭和レトロステーキの山市食堂なおさん自慢の牛すじカレーも食べ放題ただいま五百円ステーキ弁当売り切れごめんの販売中場所は ど通りの山一食堂。